皆さんどうもこんにちは、本よう焼きチャンネルのりょうです。本日は YouTube でバズるための科学的方法と題しまして、あなたが作った動画だったりあなたの発言だったりを世界中に広めやすくする、そんな方法をお伝えできたらと思います。これから先は知名度がある人が強いだとか評判経済だとか言われるこのご時世なので、ぜひこの今回紹介するテクニックを身につけていただいて、周りからの評判、これを集めていただけたらと思います。またこれはネットでも使えますが、もちろん実生活の小さなコミュニティ、職場だったり学校だったりの中でも使える方法ですので、その応用テクニックも含めてお伝えしたいと思います。本日ご紹介するテクニックは、ウォートン大学のマーケティングの准教授であるジョナ・バーガーさんが提唱する考え方をもとに、日本の今の YouTube や SNS によりマッチさせるために他の研究などを付け足し紹介させていただきたいと思います。参考文献と参考動画は概要欄かコメントに貼っておきますので、ぜひご覧ください。まず覚えておいてほしいのは、今のこのネット社会で流行を作るものが口コミだということなんです。あなたの動画がバズる時というのは、あなたの動画を見た誰かが他の誰かにあなたの動画をおすすめしたいと強烈に感じた時、この時にバズるんです。だからこそおすすめしたい、他の人に紹介したいと思わせるような、そんな動画を作る、これがまず大前提になるんですね。その上で、どういった動画やどういった発言が他の人におすすめしたい、紹介したいと思わせるような動画なのか、そこを知る必要があります。そこね、3つのポイントに今回はまとめ紹介したいと思います。まず1つ目がソーシャルカレンシー、つまり社会的な価値があなたの動画だったり発言にありますかということなんです。社会的価値といっても何も難しいことではなくて、例えばただ単純に面白いということもソーシャルカレンシーの一つになります。あなたの動画が面白ければ、これ面白いから見てよと他人に勧めやすくなりますよね。他にもソーシャルカレンシーになるものは、他と違うという個性、知的である、希少価値がある、社会の役に立っているといったことが挙げられます。例えばアップル製品がこれまで流行っているのは、このソーシャルカレンシーを非常に多く満たしているからということになります。一般の人が使っている Windows 製品とは全く違うスタイリッシュなデザインという個性、その上でクリエイティブな人がみんな使っているというイメージからの知的要素、そして比較的価格が高価であるために、ある程度収入がないと買えないという希少価値、つまりアップル製品を使っている人が周りの人に対してドヤ顔でアップル製品を見せることができる、だからこそアップル製品っていうのは流行っているし、みんな買いたくなるんです。あなたの作った動画やあなたが発言したことを周りに伝えることで、伝えた人、それを拡散してくれる人がドヤ顔できる、かっこよく思われるかどうか、これが重要になってきます。面白い動画だったとしても、すでに流行っているヒカキンの動画を口コミで伝えようとは思わないかもしれませんが、それがヒカキンが1億円寄付したというニュースだったらどうでしょうか。あなたは周りの人にヒカキン1億円寄付したらしいよと伝えるんじゃないでしょうか。そこにはもちろん単純にヒカキンすごいなという気持ちがあるかもしれませんし、その情報を先に知ることができたという優越感もあるかもしれません。他にも面白いけれどまだ伸びていないような、そういったチャンネルを見つけたら、このチャンネル面白いよ、まだ伸びてないみたいだけどと言って紹介したくなる人はいるはずです。俺には先見の明があると他の人に伝えることができるからなんですね。つまりあなたの動画や発言というのは、それを広める人の自慢の道具にされるわけなんですが、その自慢の道具としての効果が高ければ高いほど、より多くの人に広まりやすいということになります。例えば森林破壊運動反対の文字を書いた T シャツなども、それを着ることによって自然保護の活動に参加しているということを周りにアピールできますよね。これが自尊心をくすぐる効果があって、その服が売れるというつながりになってくるわけです。私たちの本要約チャンネルも、知的かつ他の人に話したくなるような実用的で面白い本の情報を伝えるということをコンセプトにチャンネルを運営しています。この動画が投稿される時にはまだ一般的にいてバズっているという範囲ではないかもしれませんが、それでも着実に多くの方にチャンネル登録をして見てもらえるようになってきているというのは、この部分が大きいのかもしれません。まず第一に、他の人が広めたいと思うような、自慢できるような、そんな内容をお伝えする、これが大切なんです。2つ目がトリガーと呼ばれる手法になります。
これは人が〇〇と言ったらあれだよねと連想できるような思い浮かべることのきっかけになることを作るということなんです。つまりそのことの話題になったら、そのことの関連の話題になったら話に出てくるような人になるということです。例えば YouTuber の話をするときに、やはり YouTuber といえばヒカキンのイメージがあるので、先ほど僕が出した例でもそうですが、ヒカキンを例にして説明してしまったりするわけです。そうするとヒカキンは別に何かしたわけではないんですが、勝手に口コミで名前が広まっていくというわけなんですね。しかしこの手法を実践するとなると、なかなか難しいのも現実です。何かの分野でトップを取るということがね、条件のように思えるからなんですね。しかしこのトリガーという手法を一般の人が使う方法は大きく分けると2つあるんです。一つ目が、より多くあなたの動画を思い出すきっかけを作るということになります。例えばあいみょんの曲で愛を伝えたいだとかという曲がありますが、この曲の出だしは健康的な朝だなという歌詞から始まります。これは強烈なトリガーで、例えばあなたがこの曲を知っていて、ある日の朝たまたま早起きをして普段食べない朝食を食べたとします。すると、なんか今日健康的な朝過ごしているなーなんていう風に思った瞬間に、それがトリガーとなって、この愛を伝えたいだとかが思い出されて動画を見たり口ずさんだりすることになるんです。このように、例えば曲であれば歌詞の一節に、ツイッターの発言でもその一箇所に、印象的な日常から関連する、連想するようなワードを入れるということも大切ですし、動画であれば、例えば僕らの動画で言うなら、立花明さんの本要約動画といえば、本要約チャンネルという風に、一個一個のキーワードを拾って、そこから自分たちを連想させるようにすることが大切です。このように自分たちを思い出してもらうきっかけを増やすことによって、いろんなシーンで自分たちのことを思い出してもらうことができるようになるというわけなんですね。もう一つが、マイナーなジャンルで勝負するということなんです。つまりはね、最近ビジネス分野でもよく言われていることなんですが、ニッチな分野で勝負しようよということなんですね。ライバルが少ない分野で勝負すれば、その分あなたはそこの第一人者になることができます。例えばエンタメ YouTuber が流行っている時に、ビジネス YouTuber を真っ先に始めれば、ビジネス YouTuber といえば〇〇という具合に、 YouTuber といえばでは連想されなくても、ビジネス YouTuber というジャンルの中、ビジネス YouTuber といえばという点で連想される存在になることができます。ただしこれもね、注意が必要で、あまりにもニッチすぎる分野では、そもそもその連想元となる部分を話題で出す人がいないために、口コミとして広がっていかないんですね。だからこそ、全く流行っていないものではなくて、 YouTuber が流行っているのなら、その YouTuber に関連付けたような何か、例えば農業系 YouTuber でもいいですし、裁縫系 YouTuber だっていいでしょう。そういった2つのものを複合したことによって生まれた新しいものを攻めるということが大切になってきます。特にね、一つ一つは別個で流行になっているけれども、それを合わせたものをやっている人がまだいない状況、これはね、真っ先に飛びつくべきチャンスの時になります。ぜひそういったチャンスの状態を見つけたらね、そこに飛び込んでみてください。僕らもね、そういったものを見つけたら飛び込みたいというふうに思っています。またこのトリガーをね、利用した例で最も優れている例、これを紹介したいと思うんですが、それはね、やはりコカ・コーラだと思います。コカ・コーラは赤色というイメージ戦略によって、赤色を見かけた時にコーラを連想するように仕組んでいきました。このような規模のことをね、今からやる色に関連付けるなんていうことはね、難しいかもしれないんですが、新しい概念が出てきた時にそれを代表する存在になるというのは大切かもしれません。さあ、ということで2つ目がトリガーでした。では3つ目、エモーションに入りましょう。これは単純に人の感情を揺さぶるもの、これが広まりやすいよというね、みんな知っていることかもしれないんですが、ここではね、どんな感情に焦点を当てているのかに注意を払わないといけないよということをね、強調させていただきたいと思います。炎上が広まりやすいという理由も、この人の感情を大きく揺さぶるからというのが理由なんですが、あなたがあなた自身の動画を広めたい理由と広まった後を考えて、その感情の揺さぶり方は本当に正しいのかどうかというところをしっかりとね、考えておく必要があるんです。しっかりと考えた動画を作る必要があるんですね。あなたに対しての負の感情で起こった炎上で知名度が上がったところで、あなた自身の社会的な価値にはつながらないからなんですね。昔は悪名を使ってまず知名度を稼ぐという手法が流行していた時代もあるんですが、今の時代ではそれらが全てデジタルタトゥーとして延々にネット上に残ってしまうんです。なので、あからさまに社会的に間違ったことをして炎上して知名度を稼ぐという手法はおすすめしません。
ただし、あなたのことを応援する人がいる中での炎上というのは効果的な場合もあるんですね。あなたの発言や行動にあなたの中で一貫した正義があるのであれば、反対している人たちからの炎上というのはむしろプラスになることだってあるんです。例えばドナルド・トランプ氏がこれをうまく使っていました。彼の発言は確かに差別的な部分があったり、周りの人の反感を買うような部分もありますが、その発言の中に彼としての正義である強いアメリカを取り戻すという主張が一貫しているからなんです。だからこそ、この強いアメリカを取り戻すという思想に共鳴した人はトランプの発言を支持しますし、炎上したとしたらむしろトランプを守ろうとして、よりトランプのことを強固に支持するようになるんです。このように人の感情を揺さぶるというのはプラスにもマイナスにも大きく反応が出ることになりますので、注意して自分の正義と照らし合わせて伸びるためだけに使うんではなく、ちゃんとね、自分の中で一貫した軸を持って使うようにしてください。さて、ということで3つ理解していただけましたでしょうか。ソーシャルカレンシーとトリガーとエモーション、これがバズるための必須要素なんです。しかし、この3つの要素をうまく統合するためにもう一つ大きな枠組みとして必要なものがあります。それがストーリーなんです。人は聖書の時代から現代の映画や漫画、ドラマまでストーリーに心を動かされて生きてきました。無味乾燥な知識の羅列よりもそこにある背景知識を含めたストーリーを人は欲しているんです。だからこそ、あなたが伝えたいことがあるならそれをストーリーに乗せて話す必要があります。洋書を読むとわかると思いますが、洋書は圧倒的にストーリーが豊富です。一つのことを説明するのにいろんな人の人生の具体例が出てきます。これはストーリーを出してより多くの人に理解しやすい形で、共感しやすい形で伝える、これが目的なんですね。また日本人が洋書の翻訳、これがね、読みにくいなと感じる人がいるのもここに原因があるんです。なぜなら、外国人の語るストーリーに日本人であるあなたが、僕が共感できないことが多いからなんですね。ストーリーというのは共感できて初めて人に伝えたい、バズるものになるんです。だからこそ、あなたが何かしらのストーリーを考えるときはまずターゲットを明確にする必要があります。そのターゲットが一番大切に思っている価値観は何なのか、それに沿うようなストーリーを作る必要があるんですね。そしてそんなストーリーの中に、社会的価値であるソーシャルカレンシーや、思い出すきっかけとなるトリガー、そして感情を激しく揺さぶるエモーションを入れることによって、初めてバズる作品が作れるんです。バズる動画にもバズるツイートにも必ずストーリーがあります。そしてこれは必ずしも動画やツイートだけではないんです。例えばあなたが商品を作ったならば、その商品の背景にあるストーリーも一緒に売るんです。制作するためにどんな苦労があったのか、誰のために誰に向けてこの商品は作られたのか、その言葉が爆発的ヒットのきっかけになるんです。そしてもしあなたが YouTuber として、インスタグラマーとして有名になりたい、バズりたいのなら、あなたの人生、あなた自身の人生を語る必要があるんです。それが立派なストーリーになるんです。あなたの人生に共感する人が多ければ多いほど、あなたの存在っていうのは口コミで広がっていき、いつの間にか有名になっていることでしょう。語るストーリーだって立派な人生を語る必要はないんです。人が共感できる人生というのは自分自身の人生に近ければ近いほどいいんですから。またもしあなたが成功者であれば、みんなが憧れるようなそんなストーリーを語るといいでしょう。それぞれに利点がありますし、誰にだって周りの人を共感させるそんなストーリーを語ることができるんです。またストーリーというのは簡単に語ればいいというものではありません。その時々の感情を込めて、時にはその感情を具体的に言葉にして、あの時大変だったなみたいなことを伝えることによって、より共感しやすいストーリーを作ることができます。またストーリーというと長くて冗長な、まるで自伝のような話をする人もいますが、ストーリーを話すということは決して長話をするということではありません。たった一言でもストーリーを伝えることができるんです。もちろん難しい方法であり、一言にストーリーを凝集するというのはなかなかできることではありませんが、これができると非常に効果的になります。例えば先ほど紹介したドナルド・トランプ氏の強いアメリカを取り戻す、これは昔の強かったアメリカを知っている人からしたら強烈にストーリーを刺激される言葉になります。
その上でトランプ氏は、私を嫌う者は愛国者ではないと仮想敵を作りながら、自分がいかに国を、アメリカを愛しているかということを強調するんです。日本人でも同じです。日本を取り戻す。これは2012年から安倍晋三と自由民主党が使ったキャッチコピーの一つです。このように人々の心を訴えかけるために過去を刺激し、そこから今までのストーリーを引き出す言葉というのは政治では巧みに使われているんですね。もちろんこれの良し悪しというのは置いておいて、それほどまでに効果的な手法ということを知っておいてほしいんです。強いアメリカを取り戻すというのも、日本を取り戻すというのも、具体的にどのようなアメリカなのか、具体的にどのような日本なのかを言わないことによって、有権者がそれぞれの思い描く良かった頃のアメリカ、良かった頃の日本というのを勝手に思い描いて、ストーリーを自分たちで作ってくれるんです。こと細かに話さないことによって、相手の頭に相手にとって都合のいいストーリーを想起させる。これは非常に高等テクニックであり、使えるようになるととても強い手法になります。ぜひ皆さんも相手の頭の中を想像し、相手が勝手にストーリーを想像してしまうような言葉を生み出してみてください。それができた時、きっとあなたの言葉は世界中に広まる言葉になります。そしてあなたの存在自体も世界中に知られるところになるでしょう。またこれを応用したテクニックとして、あなたがもし長いストーリーを語る場合であっても、曖昧な部分を作るということをおすすめします。特にみんなが共感できなさそうな部分は曖昧に語ることによって、聞いている方は勝手に自分の都合のいいように解釈してくれるんです。それによってより共感性が高まるということなんですね。万人に 100% 刺さるような具体的なストーリーっていうのは存在しないんですが、抽象度を増した曖昧な表現にすることによって、様々な人に 100% 刺さるストーリーが作れるんです。ぜひお試しください。さて最後にまとめておきましょう。ストーリーというのは共感できて初めて人に伝えたいバズるものになります。だからこそ、あなたが何かしらのストーリーを考えるときは、まずターゲットを明確にする必要がある。そのターゲットが一番大切に思っている価値観は何なのか、それに沿うようなストーリーを作る必要があるんです。そしてそんなストーリーの中に、社会的価値であるソーシャルカレンシーや、思い出すきっかけとなるトリガー、そして感情を激しく揺さぶるエモーションを入れることによって、初めてバズる作品が作れる。またストーリーというのは、初めから最後まで全てを語る必要はない。相手の頭の中にストーリーを想起させるような一言を投げ入れてあげる。これが最も効果的であるということを説明してきました。いかがだったでしょうか。ソーシャルカレンシー、トリガー、エモーション、ストーリー、すべて大切な要素ですので、ぜひ一つ一つ丁寧に身につけていただけたらと思います。ということで、本日は YouTube でバズるための科学的方法でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。